警視庁によりますと、正午過ぎ、東京・足立区の荒川沿いで、橋の手前にイノシシがいるなどと通行人の女性から110番通報がありました。警察官が捜索したところ、荒川の土手沿いで体長1メートルくらいのイノシシが見つかりました。今のところ怪我人などの情報はありません。現在も最寄りの警察署の警察官や区役所の職員などが捕獲作業を続けています。